こんにちは、大崎純也です。フットサルやりますよ。やりましょう。やりましょう。すごいすごいですよ、今回ワールドクラスのメンバーがもうゾロリと、海外でやってる選手とか日本代表とかね、選手がいるチームとフットサルします。まあだから負けてられないですよね。ということで僕たちも結構豪華なメンバー取れました。まずじゃあ紹介します、はい、ざっと、はい、こちらの遅刻してるやつは置いといて、あと2人いますよ。そうなんですよね。じゃあちょっとチーム純也を紹介しましょう。はい、はい、どうもお久しぶりです。うるさくない？俺ここに入りとる予定やった。今日もすいません。海の男、まだ出てないから、ね、まだ出てないから先コンビ行こうか。これか、はじめまして、漁師です。よろしくお願いします。漁師です。こんな感じでやっていきます。であと2人遅刻するやつがマジなんだよね。どんぐらいかもね。近くに2時半言ってたんですよ。俺んち近くって俺んちの近くだから、お前んちの近くに2時半着くから、俺お前んちの近くの前で2時半におったんよ。場所聞いてないから。さっき思ったんですよ、ヒロ君に場所言ってねえわ。電話して、うん、ごめん、もう行けないかな。そう、車に置いてるもん、携帯。場所言ってなかった。お前んちの近くにおったんよかった。はい、黒木選手です。あ、変わらない。場所言ってなかった。じゃあちょっと、はい、チーム順位はちょっと一回並んでもらって、はい、な、あのね、ちっちゃい人、ちっちゃい人前出てもらって、ほらちっちゃい、ちっちゃい人。俺だけちっちゃい。キャプテンが、キャプテンが。早速じゃあゲストの方に登場していただきましょう。こちらです。チョイメンジャパンです。よろしくお願いします。ということで始めましょう。はい、対面に牧野くんがいるんよ。牧野くんにしか見えんのよ、俺も。あの人プレッシャーある。プレッシャーある。あと陽子のくんもいるし。先輩が2人もいる。Go!
っと強いやん。結構ガチだし。ちょっとマルセロシミュレーションがちょっと気に食わんな。でもうめえ、みんなうまい。どう？きついっす。上手だよね。いや、うまいっす。はい、じゃああれはダメだよ。あれはやっちゃダメ一番。特定の内容はね、さすがまだ本当に